宮島は海上自衛隊の総海底、菅島型総海艇の10番艇艇名は宮島に由来する、は、津島型総海艇宮島に次いで日本の艦艇としては2代目である。宮島は平成13年度計画総海艇390号艇として USC 京浜事業所鶴見工場で2002年5月28日に寄港され、 2003年10月10日に浸水、2005年2月9日に収益し、総海大軍第一総海大に編入された。2009年10月29日午後11時56分、頃、伊予市と与田港沖の伊予灘で病白中、伊予市場灘漁協所属の底引き門漁船、長栄丸に衝突された。本艇は帝州を損傷した。2011年3月11日、 発生した東日本大震災の災害派遣に参加。発災時にはシンガポールで実施予定の合同訓練に参加するため沖縄のカ連に停泊中で緊急執行して被災地に向かった。3月30日午前9時50分、関西邸で津の宮地区に缶詰284個、乾電池444個、消毒薬20個を輸送した。午後1時40分、 関西邸で、派電や地区に灯油72リットル、缶詰432個、乾電池70個、その他日用品を輸送した。同年7月14日から7月26日、平成23年度機雷戦訓練及び、総会特別訓練に参加。2014年6月20日から6月29日、伊王島周辺海域で、 平成26年度実嫌い処分訓練に参加。同年11月20日から11月30日、日向灘田,田総会特別訓練に参加。2015年2月1日から2月10日、伊勢湾で平成26年度嫌い戦訓練に参加。同年7月18日から7月30日、道の区湾で平成27年度嫌い戦訓練及び、 総会特別訓練に参加。2016年7月1日、総会大軍の開閉により、同日付で新編された第三総会隊に、編成がえ。同年11月20日から11月30日、日向田田で、アメリカ海軍との機雷戦訓練及び、総会特別訓練に参加。二千十八年七月十八日から七月三十日、道の区湾にて、 機雷戦訓練及び彦目印、共同総会特別訓練を実施する。ありがとうございます。